四天王寺蔵千面北景行冊子、または、千面古社経は、大阪市、四天王寺に伝来した装飾業の遺品。千景に切った漁師に絵を描いて二つに折り、折り目で貼り合わせて、冊子とし、そこに、北景行、無料、吉爪、漢夫元行の経典の経文を所写したものである。東京国立博物館像。 平安時代特に陰世期に流行した装飾業の遺品の一つであり、線形の漁師を使用し、農祭の下絵を用いる点は他に類を見ない。成立は12世紀中央と考えられる。下絵の題材は貴族や庶民の生活などから取られ、山和絵の手法で描かれている。美術品としての価値が高く、当時愛玩された神仙の絵の様式を伝える。 唯一の遺品でもある。書風は和洋で数人の手になるものと見られ、書籍資料としても貴重である。風俗画としては絵巻物と並び、極めて貴重な情報が織り込まれた重要な図像資料でもある。中国の北宋の時代は、書史学の上では巻古本から冊子本への転換のなされた一大活気であったが、その影響は平安時代の日本に及んでいる。 千面古社経の制作もその流れの延長上にあるが、紙線を漁師とした点がユニークである。縦の辺が約25.5センチメートル、上限幅約49.5センチメートル、下限幅約19センチメートルの夏扇の漁師を、で長層の冊子に仕立てたものである。表紙には、金字の兄弟のほか、十羅折女を一体ずつ和装で描いている。 漁師はいずれもキララを引き、墨流しや、金銀の切り箔、のげ、砂子などを散らして、極めて多様に衣装を凝らしたもので、そこに、農災の優美な山和絵風俗画を手彩式の下絵として描き、その上に教門を所写する。なお、下絵は、漁師の片面のみに描かれているので、見開き一回ごとに、下絵のある面と教門のみの面が、交互に現れる。 豪舎にして華麗な装飾的効果に富んでおり、工芸史上も重要である。この冊子は、当時大量に作られた奥義の地紙をそのまま、社経用紙として転用した珍しい例である。装飾業として、よりむしろ、洗面画や山和絵としての文化史的ないし、資料的価値が高いと評されるゆえんである。教文は、 一行十七時、一ページ十二行に定型化された書式に漢字で放射状に、牧書されている。ただし、彩色下への青色や墨の部分の上に字を書く、場合は、牧書の上を金米でなぞったり、一字を半分ずつ、金米と墨とで書き分けたりするなど、手の込んだ書写がなされている。書風は和用であり、少なくとも数人の手によるものと見られている。 千面北ッ行業冊子の成立は、女人成仏、社協成仏を説く、ホッ行業仰が盛んとなる中で、経典そのものも美しく飾り立てられるようになったことによるものと見られる。元来は、妙法蓮華経八巻と平家結経二巻、すなわち、本教に先立って説かれる、開業の無料、義経と結びを成す、結業の、 官府原業の合わせて十条で一部をなし、扇紙は、総計百十五枚であったと推定される。一部のうち、今日では四天の寺に、北家教巻一六七を呼び、解決教二条の、計五条が伝存するほか、東京国立博物館が、北家教巻八の漢本一条を所蔵。他に、段漢御用が、各所に分蔵され、合計五十九面。 表紙へ五面を数える。貴族や、それに使える、男女、庶民の風俗や、自然の形物を木版ですったり、図用を墨絵描きしたり、あるいは、両者を組み合わせた後に彩色を加えて、漁師としている。下天聖師は、この点から版画史上の重要性を指摘している。美術師屋の秋山三つ数は、作画技法の検討により A 類、B 類、C 類、さらに、 B 類と C 類の複合的な技法によるものに分類している。A 類は、キララ引き下地の上に彩色したもの。B 類は、木版積みすりの下にキララ引きを施し、彩色したもの。C 類は、キララ引きに、金銀の箔を散らした上で木版で下絵を墨ずりりし、彩色したものである。画風は、唐絵の影響から脱した世紀の山和絵の中でも、 宮廷派の特徴を有する動的な様式に属している。色調は、同時代の、源氏物語絵巻や、平家農協ほどの重厚さはないが、優美かつ多彩であり、品格がある。描線は細かく、木版の影響もあって、やや硬質であり、肉質は繊細、または流麗なものが多い。貴族の表情は類型化された引き目張り花であるが、 造詞やハッシュカメラの姿は、姿勢の風俗も交えて、生き生きと描き出されている。画題は、教文とは、関係がないという指摘も、ある一方、直接的な意思間接的に関連があるとの指摘も、なされている。ただし、校舎においても、それをすべてにわたって、明瞭に解明することは困難だとしている。元来、扇は下記に使用されることが多いことから、 暖かさを感じさせる風景に比較すれば、井戸や水辺、雪など、涼しさを感じさせる風景が多く、また桜や紅葉、松なども多く描かれる。下天聖誌は、伊勢物語などの文学作品からも画題が取られているとしている。表現対象としては、人物が大部分であるが、四天王寺諸像のものには、花鳥画が例外的に参見され、 その伝統の上でも貴重な資料となっている。また、描かれる人物は、老若男女や犠仙を問わず、多種多様な職業の人々を対象としており、その点でも、歴史資料として、極めて貴重なものである。中でも名高い遺品は、四天王寺所蔵の平安系の市場の風景を、描いた双葉で、間口一軒の、小さな店では前掛けをした一面によって魚、果物、うり、 栗、布など、多種多様な商品を売られており、その前を、ん長さを被り、内着をまとった女性が通行している様子が描かれ、当時の商業の実際や服飾などの知る上で、講資料となっている。また、井戸端に集う女性たちを描いたものがあり、そこには和げ物を頭に乗せながら、裸の子供の手を引く、内着なし姿の里の女。 鶴べで水を汲み喉を潤す内儀を着た旅姿の女が描かれ、当時の地方の庶民生活が忍ばれる。さらに、草合わせをする二人の少女、小鳥取り,りをする少年、柿模擬の様子など子供の遊戯や風物詩も画題となっており、紅葉をめでる女房と栗拾いの橋溜めを描いた場面、文を読む苦行と、道女、遊女とくぐつが今用を歌って道祖神に、応援し、 心霊を慰めているのではないかと推定される場面、などを描いたものもある。なお、十羅説女はいずれも、女房姿で描かれるが、無料、義経の表紙へのみは、風見姿の同場型で示されている。制作時期については、絵画様式や、風俗などの点から12世紀中頃とする説が、有力である。かつては、玉葉や、喫旗の記事にある、 文治4年9月15日の四天皇寺、女法行供養の際に奉納されたものとする説もあったが、秋山見つかず、柳沢隆らの研究により、高貴な女性の発願になる可能性が高いとされ、蕎麦天皇の皇后であった、加や院藤原康子により、民兵2年に奉納されたものとする説が今日では有力である。いずれにしても、 近現な書体の写経と彩り豊かな風俗、形物が、扇の中で一体となった品であり、平安時代末期の貴族の信仰生活の中に、種々の趣味的要素が盛り込まれていたことを端的に示す、一例と言える。以下のように各所に分造されるが、元来は一具だったものである。他に、一行のみの段幹、二行のみの段幹が存在し、それぞれ個人像となっている。 ありがとうございます。